次に高井隆志君。高井君。はい、国民民主党無所属クラブの高井でございます。今日はですね、井上委員にお願いをして、この差し替えをしていただきました。お許しいただいた皆様に、感謝を申し上げたいと思います。今日は NICT 法の改正が議題でございますが、結論から言えば我が会派はですね、賛成でございます。会派内で議論を出しました。やはりですね、NICT 非常に優秀な職員も揃ってますし、この非常に重要な 5G、6G、ぜひ進めるためには強力に応援をしたいということでありますが、一方でですね、少し反対の意見もありました。それはなんで補正予算でやるんだということであります。ここはですね、私もこの後衆議院の本会議でも申し上げようと思ってるんですけれども、やはり補正予算で重要な政策が補正予算に何でもかんでも最近は言ってるなという傾向があります。これはもう総務省のみならず各省がそうでありますので、重要政策であればむしろ本予算でやるというのが筋だと思いますので、その点は復元をしておきたいと思います。先ほど大臣には別の委員が聞かれてたので、この質問は、もう省略をいたしまして、それではですね、今日はせっかく前田会長に来ていただいておりますので、私もですね、やはり、放送の技術をもうまさに担っているのは NHK でございますので、NHK のことをちょっと聞かせていただきたいと思っております。私はですね、NHK の受信料の値下げ、これは非常に大きな国民の関心事でありまして、これ素晴らしいと思います。本当に武田大臣、それから前田会長の大英断だと。おそらく NTT 内部では相当な反対があって、去年の夏秋ごろはですね、もう値下げはないという報道もあったわけですけれども、それが、値下げということになったことは、大変評価をしております。ただですね、やはり、どうせならというかですね、武田大臣はですね、記者会見などでこうおっしゃってますね。コロナ禍に苦しんでいる国民の負担を軽減するために NHK 受信料値下げするんだという旨の発言をしてますが、これただ2023年度からというのが NHK の発表なんですね。2023年度2年あと3ヶ月後ですよね。それまで、コロナ続くのか、続くかもしれませんけど、しかし今のやはりコロナ禍で苦しんでいる方を救いたいという思いからの大臣の発言であり、思いが前田会長を動かしたんじゃないかと思ってますが、武田大臣、2023年度からで十分ですか。武田総務大臣。コロナ禍における家計の負担を軽減し、とにかく少しでも元気になっていただく、そして地域経済をもう一回よみがえらせていただく、そのためには、すべての固定費というものをどんどんと削減していくことが重要であると、そうした観点から私はコメントを差し上げたわけであります。で、今でもですね、私は前田会長の方にお願いしているんです。1分1秒でも早く、もう早くやってくださいと。少し遅れるごとに国民の負担というのは多くなっていくわけですから、早く軽減するのは少しでも早く軽減していただきたいと今でも思っております。一方で、私自身が NHK の経営陣ではない、結局経営に関していい加減なことは言えないわけでありますけれども、今後 の収支の見通しだとか財源の確保というのは、これは重要な経営者としての責任になってくるわけです。それを前田会長は追っているわけで、その今後のわれわれとしての要望、希望については積極的に申し上げますけれども、経営たる責任者にの裁量というものはですね、ここを犯すわけにはわれわれは回れないわけであって、その収支見通し、また財政確保 によって、適切に前田会長は判断していただけると、このように期待しておきたいと思います。高井君。はい、大臣の思いは伝わりましたけれども、なかなか現実には難しいということなんですが、我々もですね、今日はぜひ提案型の質問をさせていただきたいと思ってますので、どうやればですね、値下げ、来年度からでもできるかということをちょっと提案したいと思いますので、ぜひそれを受けて、会長、あるいは総務大臣にまた聞きたいと思いますが、まずはですね、今、繰越剰余金がございます。これが1213億、これ、建設の NTT の新社屋とは別にですね、1213億あるわけで、大体、今、NHK が発表しているのは1割、300円とか1割って言ってますけど、1割だとすると700億ですね、その原資は。そうすると1213億のうちの700億ですから、これはもう、これを半分使えばですね、500億ぐらい残しておけば、かつては
剰余金というのは500億ともっと少ないレベルだったわけですから、まあ、すぐにでも来年度、すぐにでも値下げは可能です。まあ、ただ、これはまあそうすると1回限り、ワンショットということになりますので、まあ、継続した値下げはどうなるのかということで、まあ、おそらくまあ NHK もですね、経営計画などで、まあその電波の見直し、衛星波、音声波の見直し、削減、まあ、あるいは営業経費の削減ということは言って、まあ、おそらくまあそれに時間がかかるから2023年度までだという答えはちょっともう予想できるんですけれども、しかしですね、まあ、これはまあ先ほど申し上げた繰越剰余金を使うことによって来年度はまずやり、それから1年あるわけですから、そこでですね、今の NHK さんが考えている衛星波等の削減などをやると。で、これでも私はね、まだ不十分だと思います。まだまだ私は NHK は余地があると思ってまして、それをちょっとこれから3つ申し上げたいと思います。1つはですね、子会社の改革です。子会社だけでですね、剰余金が870億ぐらいあると思ってます。この剰余金を使うこともできます。まあ、あと、子会社の、まあ、剰余金もこれも1回限りで終わっちゃうじゃないかということもありますけれども、まあ、そもそも子会社がいるのかと、まあ、この子会社をいろいろ見るとですね、まあ、この委員会でも何度も話題に出てますけれども、まあ、例えば子会社と本体との随意契約率は 93.5% であるとか、まあ、あるいは子会社の中にはですね、社員が16人なのに、役員が11人いるとか、まあ、あと、まあ、役員の出身見ると大半がもうNTT 出身者で、NHK 出身者であるというような問題とか、まあ、あるいは私はこの委員会でも取り上げたことありますけど、NHK エンタープライズという会社はですね、まあ、その NHK が作った番組の素材、まあ、過去の例えばオリンピック映像とか、まあ、こういうものをうちの会社、子会社だから使えますよなんて言って、他の会社と民間企業と競合しながらですね、映像制作なんかやってる。あるいは NHK のスタジオもを借りれますよ、便宜図りますよなんていう営業をですね、まあ、やってるという実態を私は聞いた、直接聞いたことがあるんです。まあ、こういったですね、やっぱりその子会社にいろんな問題がある、まあ、こうした子会社改革を抜本的にやるというのがまず一つです。それから二つ目はですね、まあ、これ人件費です。まあ、この二つは通告してますので後でお答えいただきたいと思うんですが、まあ、これも今年度、来年度は NHK 赤字ですよね。で、赤字で民間企業であれば赤字だったら給料下がる、ボーナスカットされるのは当たり前ですけれども、まあ、NHK の場合、なかなかそうなってないと。まあ、これ、あとですね、まあ、福利厚生費と人件費合わせると、1人当たり1800万円という、まあ、ある資産があってですね、まあ、これもし通告してるんで、間違ってる数字なら、後で改めてもらってもいいんですけど、まあ、それだけの福利厚生費がある。であれば、ここも、受信の値下げに原資にできるんじゃないかと。いうことが、まあ、この人件費に、メスを入れるというのは2つ目です。それから3つ目の提案はですね、これは営業経費の削減、なかなか地道にやっていくのは難しいと思います。私はもうここは、これは総務大臣にも関わるんですけれども、もう税方式といいましょうか、まあ、実は2年前にですね、この総務委員会でヨーロッパ視察行きました、フィンランド、スイス、スペイン、3カ国行ってどこもですね、今、もう受信料というのは、もう税と一緒に集める、まあ、税金だと NHK も抵抗があると思うんですけど、税と同じタイミングで集めれば、これはもう全部徴収できるわけです。まあ、今、85%、6%の収納率は、これも 100% に限りなく近くなるわけですし、またその営業にかかる経費、まあ、これが約1割、700億ぐらいかかってますけれども、まあ、ここで働いている人をどうするかという問題はありますけれども、しかし、この削減もできると、まあ、私はですね、特にこのインターネットの時代になっても、テレビを設置する人がどんどん少なくなって、インターネットでテレビを見る時代ですから、もうこの、まあ、ヨーロッパもインターネット対策なんですね、もうインターネットとテレビがもう融合してごちゃごちゃになっちゃってるから、もうやっぱり税方式で取った方がいいと。まあ、それで税方式で取ればですね、その分 100% 収納できますから、値下げもできるということ、まあ、こういったまあ3つのことをですね、具体的に提案申し上げたいと思いますが、まあ、ぜひ会長にですね、まあ、今の提案も含めて、この2023年度の値下げ、もっと早くできないかということをお答えいただきたいと思います。参考人、前田日本放送協会会長。ただいま委員から子会社の改革、それから人件費、それから営業経費についてご質問がございました。子会社の改革はご指摘のとおりの部分がございまして、今回、中継計画でも
中間持ち株会社を含めて徹底的に改革をしようと思っております。それから人件費につきましては、これは私がデータで見る限りではですね、NHK そんなに人件費がめちゃくちゃに高いということはありません。ちょっともうちょっと大きい声でしたけど、めちゃくちゃに高いということではありませんで、比較をしてみますと、国家公務員レベルと比較しますと、35歳モデル年収661万ですが、このレベルと同じくらいの水準でして、競合する、民放大手新聞社より大幅に下がった水準になっております。すでに人件費はですね、だいぶ前に大幅に1割か下げております。でこれは私は NHK の職員の年齢構造がですね、実はかなり高齢化してまして、これによる影響かなり大きいと思います。逆に新しく入ってこられる方の給与非常に実は低いものですから、辞める方は続出しているという、そういう構造問題を抱えておりますので、これちょっと構造問題を是正しないとですね、ただ下げればいいということではないと思います。優秀な人材全く来なくなりますと、現在の放送がちゃんと続けられないということになります。で今委員が言われたですね、今年度直ちにできないかということでございますが、今年昨年の10月から受信料は 2.5% 下げておりますし、昨年の5月コロナが大きくなったときにですね、これ直ちに私ども持続化給付金対象の方々に対しては、受信料免除という扱いをさせていただいておりまして、現在でも受付をしております。3月まで一番苦しんでおられる方に対しては直ちに免除という形でやっておりますが、現実にですね、お届けをいただいた方がまだ少ないという状況なんです。私どもは金額でいうと30億ぐらいのもう還元をしようということでやりましたけど、今の実績はですね、10億弱でございます。で、DM 出したりいろんな形でぜひ申請していただきたいということでございます。それから受信料引き下げにつきましてはですね、私はやっぱり中期経営計画でお示ししましたけれども、 NHK の構造を変えませんと一過性のものになってしまうと思います。全体の事業規模がですね、今まで完全に右肩上がりでザーッと来たんですけれども、今回の中期経営計画は2015年レベルまで水準を落とすという6700か500億レベルまで落としますので、そこに落とすためには波を減らすとかいろんなことを全部やらなきゃいけないんです。でそれをやらないで一過性だけで済むんでしたら剰余金をちょっとお返しすればいいんですけど、先々放送が成り立つようにしなければいけませんので、そういう意味ではやることが山ほどありまして、これ全部私はこの3カ年でやりきって、それで成果はしっかりとお返しするという、そういうお約束をしたいと思っております。高井君。はい、ですね、よくわかります。その一過性のものに終わってはいけないというその決意は素晴らしいと思うんですが、ただこれ大臣ぜひですね、今の回答を聞いてどう思われたかってことと、あとその私の提案ですね、繰越剰余金1213億あるわけですから、やっぱりそれをもう来年度な、もしくは来年度はね、もうちょっと予算ももうすぐ出すからっていうことであれば、その次の年とかね、せめて2023年度じゃなくて2022年度にはね、その剰余金を使ってまずやって、で値下げして、でその上でその今会長がねやろうとしている改革、私のさっきの提案もぜひ検討していただきたいんですけれども、そういう改革をやる、私十分値下げは可能だと、恒常的な値下げはそれやってみなくてもできるっていうのはできると思います。ですからこれはもう大臣の決断でですね、確かに NHK の経営の中身まで突っ込むのはってのはありますけど、そうは言っても受信料で成り立つ特殊法人ですから、やっぱり総務大臣がそれはもういろんな面で監督をしていくわけで、ぜひこれ大臣やっていただけないですか、値下げを。武田総務大臣。
先ほども申しましたけど、私自身もやはり NHK の存在、この公共放送というのはやっぱり必要だなと思う部分ってあるんですね。で、この NHK をずっとこう継続して存在するためには、やはり絶対に受信料という問題に壁にぶち当たるんです。国民が納得するかしないかっていうのは、もちろんコンテンツのクオリティもありますけども、まず最初は料金なんです。今オンデマンドでいろんな通信でいろんな安い安価なサービスというものを国民にどんどん提供する時代、比較するものがある時代と比較するものがなかった時代とは全然違うんですね。その中において今なお料金を下げないということになれば、必ず国民から NHK は見捨てられると思います。このことをよくよく NHK の皆様方には、国民の目線に立って国民の側から NHK を見たときに何が最低限しなければならないかといえば、値下げをずっとしていくと、そこのところはやはり避けて通れない道であるということは認識した上で、さらなるこの公共放送の充実に向けてね、頑張っていただきたいと、期待をしていきたいと思います。高井君。はい、まあ、明言はされませんでしたけれども、やはり今の2023年度ではちょっと遅いという気持ちがね、最初の言葉にも1秒でも1分でも早くというふうにおっしゃってましたから、私は大臣の本音ではないかと拝察しましたので、まあ、ぜひこの後またですね、議論を続けていって、まあ、やはりできれば本当にコロナ禍のためということであれば、来年度ですし、4月からですし、まあ、どうしてもそれが無理なら、再来年度、1年後の4月にはですね、値下げができるようですね、ぜひ総務省、それから前田会長も NHK 内部大変だと思いますけれども、そこまでやってですね、私は本当に、そしてやっぱり継続していくためには、先ほど提案した、まあ、今日通告してないので、税方式のことはもうこれ以上聞きませんけれども、私はこれ、実は2年前、総務委員会で行ったときはですね、行ったメンバー全員賛成でした、もう与党の先生もみんなこれいいねと、やっぱ。こう言ったっけあ、じゃあ一人反対だったかもしれませんが、そういう意見が、与野党ともありましたので、まあ、そこはぜひ、ご考慮いただきたいと思います。それとですね、もう一つ今日取り上げたいのは経営委員会です。まあ、今日経営委員長は来ていただいてませんが、やはりですね、まあ、去年おととしからずっと問題が続いておりまして、まあ、この経営委員の報酬もね、実は月2回の出席で、600万ぐらい非常勤でももらっていると、まあ、この辺もどうなんだっていうところもありますし、あとですね、やはりその去年から問題になっている議事録の問題ですが、私も久しぶりにですね、一番直近の議事録を見てみたんですけど、まあ、なんというかですね、まあまあ、枚数は結構あるんですけど、なんか重要なですね、中期経営計画についてとか、来年度予算編成についてとか、そういうのはなんか意見交換を行ったとかですね、審議したっていう一行で終わっていて、どういう審議か書いてないんですね。なんか一人だけ質問して答えたみたいのがちょっと言い訳程度に載ってたり、あとですね、長々と載ってるのは実はその総務省がやってる検討会に出席して総務省がこんな説明をしてましたみたいな、そんなのはですね、総務省のホームページに出てますから、経営委員会のホームページに載せる必要全然ないですし、全くそのこの経営委員会のですね、体質は変わってないなというのを改めて感じましたので、これは大臣に通告してますので、この経営委員会のあり方ぜひ、お答えください。武田総務大臣。まあ、経営委員会の皆さん方には透明性というものを常に確保してもらって、国民の期待に応えていただきたいということがあるんですけれども、議事録の公開のあり方について、これはご承知のように放送法の規定に基づいて、その経営委員会の皆様方が独自の判断でなさるべきと思います。で、まあ、いずれにせよ、やはり NHK をチェックする役割であります。で、いろいろと過去にいろんな問題があったことも存じ上げておりますけれども、やはり国民のいわば代弁者として、これ、国会の、ね、に関わる問題ですから、委員の選出についても、国民の代弁者としてしっかりと NHK に対して、指導といいますか、国民の気持ちというものを伝えていただいて、健全かつ国民の納得のいく公共放送の姿に、ね、変えていただくように、今後とも期待していきたいと、このように考えています。委員長。高井君。はい、私は NHK 大好きです。NHK、より良い NHK になってもらいたいと思って前向きな提案をしていますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので。